ココア、え、マジで、いや、おやすみ、1週間皆さんよく頑張りましたね。わー、今日は金曜日じゃけ、みんな夜更かしじゃろ。溺れなくてよかった。確かにちゃんと生きとる、よかったです。でも暑い。開放、金曜日ですもんね今日。え、今日金曜日よね。お疲れ様でした。日上がり卵でよ。明日もでも予定がある人がいるのか、それは大変ですね。あ、明日は夜更かしじゃ、またごちゃ。明日は夜更かし。え、まあとりあえずね、1週間皆さんよく頑張りましたっていうことでね、お疲れ様。みんなせーの、お疲れ様。せーの、お疲れ様。そろそろ湯船浸かるの。熱くない、熱い、熱い。お疲れ様。おお、みんなでお疲れ様って言い合うのもなんかいいね。大事大事。垂れ流しで聞いてくれてるんかな、みんな。めっちゃくしゃみ出そうで出んのがずっと続くんじゃけど。え？この髪は何？開放、この時間にできるんよ。私ももうちょっとお風呂上がりじゃけ、ストレッチせんとね。みんなはもうお風呂入った？何の髪、いやこれ毎回ゴチャが、あの、え、もう100均でノートを買ったんじゃけど、え、ほぼにくしゃみ出そうで出んのんじゃけど、何これ。ゴチャがやるときに、なんか紙を用意しとったらいいじゃん。メモ、メモです。適当なこと書いとる。シャワー、みんなお風呂入ろうとしたら始まった。え、絶対先に入った方がいいよ。今を逃しと入るタイミングを失う。ユミリンの素潜り見てないんだけど、写真見たけど、写真見たけど、そう。こんばんは。ユミコが沸騰ワードに出とったんじゃろ。すごい。山口の滝の由美子さん、え、 TVer で見れる、マジか。見よ、自分の出るスチューデンツの、あ、そう、スチューデンツはもうあのね、4週連続出させてくださるんですけど、出させてくださる、出させていただいてるんですけど、そう、スチューデンツは4週連続出させていただいてるんですけど、3年ぶり、何年ぶり、え、もう超、あの超絶期間が空いたんですよ。テレビの ST48 のレギュラー番組でね、そう、超絶期間が空いての、自分の出演だったっけ、めっ
っちゃ嬉しかった。レギュラー番組に何年ぶりとかってなんかそうなんよ。もう ST1 期生みんなで順番順番でやってるけど順番が何年か来んかった。もうスチューデンツ嫌われとると思った。いやそんなことないんですけどね。私があの学業との両立の兼ね合いであの調節していただいてたので本当にありがたい。またその一旦落ち着いた時にねこうやってね出させていただいてるのでありがとうございますっていう感謝の気持ちを込めながら楽しくロケしました。マリホって言ったことありますか皆さん。てかマリナホップって知っとる？みんな知っとる？暑いマジでやばい。いやめっちゃ暑いんだけど、うちはうちはうちわがあった。なんかうちわコーナーがあるんやけど、 うちわコーナー2期生の初日公演見に行ったんよ。船のふうちほと一緒に行ったわ。これからもう2年経ったの。僕タイミングいたんですよ。そうめっちゃ良かった。懐かしい懐かしいな。なんか船の演出ってさ、これってやっぱあの瀬戸内 BL 舞台に入りたくて、あの瀬戸内 BL 舞台に入ったら出張公演でいろんなところを回れるんよ。じゃけそこそのまあ目指してるけね、出張公演の場所のことを調べようと思って調べよったんよ。そしたらまあ STF って言うての船ってなんか珍しいんかなと思って、なんかドアがまあ普通に開くけさ、3つ、劇場によって違うじゃないですか形が。あー涼しい、こんばんは。いい匂いいい匂い。あれじゃけ、お風呂に入浴剤入った時ほんまにいい匂いよ。こんばんは。 AKB シアターはドアが開きますよね、押したら。ボールとかのライバルスもある。なんとかジャイアンツも勝ちました。マツダスタジアムから帰ってきました。おお、もう野球もう、もう盛り上がってきたよねほんまに。いやなんかさ、まあ、3連敗したんですけどね、カープの話になる、野球の話になると、あのジャイアンツに3連敗したんだけど、まあ、アウェイじゃったし、まあ3連敗したのはなんかやっぱ雨とかでさ、なんかちょっとうちはさなんかこうやってやりながらさ野球の話してさ、なんかちょっとどこのおじさん、やってることおじさん、語り口調もなんかおじさんに見えるこうやってなんか3連敗したんじゃけど待って無理3連敗したんですけど、まあね、なんかこの期間になると何があってめっちゃ調子に乗っていい波乗ってきとったのにもかかわらず雨とかで中止になることがあるじゃないですか試合がね。
あそこでどうやって保つかみたいなところあるよね。ジャッキーでさ、週明けから交流戦ね、もう始まるね。やまばよ、カープの。てかセリーグ頑張ろう。おじさんのファンもっと増えるよきっと。なんで？なんで？この私をこのこうやってやってるの見て。初めてお話ししたり、初めてオンラインお話し会に来ました。全然緊張しないんでって言われるんよ。こういうところからかもしれんね。仲間意識。水分補給、さっき飲み干したよ、ほら。あ、ちょっと残ってる。ペットボトルは私の水分の消費量が多いけ。親近感では48グループ全体でもトップぐらいしかった。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいわ。親近感まるまるもりもりさん、まるまるもりもり、久しぶりに聞いたんだけど。そう、リサイクルです、ペットボトル。お母ちゃんとの話し方楽しい、ありがとう。家族感、私ですか、最高じゃんそれ。いつもおちょくられて何ですわ、欲しいですわ、納得。楽しいです、まるまるもりもり。福くん、まるまるもりもりの話をすると、まるまるもりもりが、え、まるまるもりもりって言う題名だっけ、まるもりみたいな、まるまるもりもりみんな食べるよ、つるつるてかてか、明日も晴れるかな、ダバドゥバダバダバダバドゥバダバダバドゥバ、大きくなったらお空に声が届くかな、いつまででも一緒だよみたいな。なんかこう上半身でできるよ、こうダンスがこんな感じで。めっちゃ踊っとったもん、このまるまるもりもりがのダンスをハマっとる時に。私一輪車もハマっとって、学校に一輪車があったんですよ、小学校に。そこで一輪車しながら、まるまるもりもりみんな食べるよで一輪車こぎながら、一輪車チャリチャリこぎながら、つるつる明日も晴れるかな、悲しくて泣いていた、一人歩く帰り道、そんな時本はかな、みんなに会いたいな、ゴシゴシブラシみたいな、こんなもあるんよ。それを踊りよった、マジで。一輪車に乗って、え、すごいでしょ。私今絶対一輪車乗れんもん、怖くて。怖い、よく乗るよね小学生って。一輪車こいどるイメージ湧く。私あっち、え、マジ暑いやけど。あ、今前髪整えたのに。すごいじゃろ、小学生すごいよね。三輪車なら乗れそう。いや乗れるけど乗らんけど。歌うまくなってきたね。今の曲が合っとるね、多分声に。怖くなる。アーシャンとか 乗らんの、よころん。それが大人ってことよね。トロブさんが一輪車にチャレンジしてましたっけ、ね、ステージの上で一輪車乗っとったし、ね、しかもやっとったね、トロちゃん。小学生一輪車乗りながら何でもできるよね。できるよ、丸盛り踊れるんじゃけ。お風呂入ったみたいに、お風呂入ってきました。あのこれはね、バスタオルとは別なんだけど、
三輪車しか乗れん。三輪車はみんな乗れるじゃろ。乗らんけど、乗らんだけで。何分茹でられたの？え、何分なんじゃろ。何時に入ったんじゃろ。私ショールームしようと思って、20分ぐらい入ったから。そら風呂上がりでそんだけ動いたら暑いね。丸盛り踊ったっけ。三輪車も乗ってほしい。なんで需要ないけ。もっと歩いた方が早い。ここはあのおっさん感すごい。おっさん感これじゃろ。うちはじゃろ。 PR 動画で三輪車乗って、そういえばやば、めちゃかわいい。え、ありがとう。どこが嬉しい。こんなんでしても可愛いって言ってくれて嬉しい嬉しい。明日愛菜ちゃんと同い年ぐらいですか。え、明日愛菜さんと同い年ぐらいかも。一個下、一個下じゃないですか。体育の授業で一日あったな。え、あったよね。小学生開放、小学生は怖いもの知らずで何でもできた。え、わかる。だってあのさ、学校の植木鉢あるじゃん。その下におるダンゴムシ捕まえる。ダンゴムシとかミミズがそこに住んどるんじゃけども、まああのみずみずしいところっていうか、こう湿ったところで、なおかつ暗いところで言って、そこがね、植木鉢あるやん。その花とかが置いてある、それをわざわざどかしてダンゴムシを捕まえよったもんね。そんなこと今できんやん。恐怖やん。小学生ってすごい。お母さん、かわちありがとう。小学生一輪車乗れんくて嫌いでした。え、私もねプールがね苦手だったんよ。なんか嫌いだった。その時はやっぱできるものちょっと苦手なものちょっと嫌いよ。三輪車焦げないよ。焦げるけ。たぶん、あ、足が長すぎて。俺は一輪車は乗ったこと、星になってる気分からん。大人になると三輪車は焦げない。そういうこと、見られるけ。他って最近自転車乗る？乗らんくなったね。こう、そうね、乗らんくなったわ最近。 PR 舞台発表日決まった。22日です。あー、なんかずれたね、ごめんなさい。目についたところから。ココアは可愛くて面白いの、おもろいのココアだけ。え、ありがとう。わかる？やってたよね。え、やってたよね。ダンゴムシ捕まえるためにね、やったのよ。家の天井を開けられるダンゴムシくん。え、どういうこと、どういうこと。ダンゴムシくん、誰が家の天井を開けるん。子供。確かに子供の頃は虫を平気で捕まえてたよね。わざわざそこに行って。あら、かわいいわねありがとう、ありがとう、ありがとう。ポケットに何とか入れとったわ、小学生の頃。なんか星マークない。あ、虫の話はちょっとなんかあれですか、結構グレーゾーンな感じですか。ショールームだったら星が多いんですけど。もう眠気限界。おやすみ、お母ちゃん。にどれぐらい泳げそうですか。セミとかもう触れんね。私よく捕まえとった。こうやって自転車は練習なんかせずすぐ乗れたんだけどね。確かに車移動が多いね。歩くのが多いマジで歩く。まだ JC ですか。いや、この時間できんけ。 JC はもう、 J はもう卒業しとる。ジュニアはもうつかん。大人になると好奇心が違う方向に。確かにね。あさって発表ですよ、 PR 舞台。何か、そう、ドキドキするやろ。ここほとんど
三輪車が似合う子おらんな。この時間帯に見てくれてる方は三輪車似合わないですって。お久しぶりだね。久しぶり。解放解放。ダンゴムシ捕まえちゃった。すっぴんですか。すっぴんです。お風呂上がり。何って呼んでいいって言われても本当に呼ぶかはもう怖いもの知ら。さハサミムシも。ハサミムシ出会ったことな、あるけどない。動物の森でしかない。事務所席おめでとうございます。ありがとうございます。まだ JC に見えるけど実際は大人です。そうです。お風呂上がりです。植木鉢の下に住んでるから急に上を開けられて困っちゃう。あ、なるほどね。家がね、ダンゴムシたちの。え、でももうダンゴムシとか当分見てないんだけど。ちょっと戻りました。え、ダンゴムシ最近見ました？え、もう58分？早っ。みんなおやすみ。1週間よく頑張りました。お疲れ様でした。いきます。じゃあ私はこうやって言ったらココアとお願いします。 STU の中で一番ホットな女の子はココア。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を。広島県出身18歳のカイココアです。みんなありがとう。ランキング13位 F キョンさん、12位水鉄さん、11位エリアスさん、10位もや太郎さん、9位マスターさん、8位スエンさん、7位ハイケイさん、6位マキマキさん、5位ヒサさん、4位白眼鏡さん、3位ナッシーさん、2位ダンゴブチョウさん、1位はペンタロウさんです。ありがとうございます。顔は叩かない。みんなゆっくり寝てね。夢に私が出てきても怒らないで、追い出さないでね。バイバーイ。いい夢見てしっかり休んで。お疲れ様でした。明日も配信しようっと。バイバーイ。バイバーイからが長いじゃん。ちょっとじゃあみんなでせーの、おやすみにしよう。いきます。せーの、おやすみー。